こんにちは。よし、今日から筋トレを始めるぞと決心したその翌日にお風呂で転んで肋骨を強く打ってしまい、あまりの痛さに筋トレ計画2日目で挫折してしまった折り紙パンダです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。初めましての皆さん、ぜひお見知りおきを。このチャンネルでは親しみやすいシンプルなものから超絶リアルでかっこいいものまで、いろいろな折り紙作品を毎回一つ取り上げてご紹介しています。折り方の解説ではなく、あくまでも作品を紹介する動画となっております。折り紙好きな方にはもちろん、そうでない方にもサクッと気軽に見て楽しんでいただける、そんな内容になっていますので、ぜひ最後までお付き合いください。さてさて、本日ご紹介するのは、あれなんだっけな、確かボクシングの階級っぽい名前だったような気がする。フライ級、いや違うな、バンタム級でもないし、ライト級、ミドル級、あ、ヘビーということで、本日ご紹介するのは今にも動き出しそうなリアリティあふれるこちら、ヘビ、萩原源さんの作品になります。この作品の難易度は5段階表示で3、推奨の折り紙サイズは50センチとなっております。それではいきますよ、せーの、レッツパンダ。はい、それでは萩原源さんのヘビを持っていきます。この作品はまず縦と横にそれぞれ16等分の折り筋をつけていきます。はい、これで縦横16等分の折り筋をつけ終えました。で、これをですね、さらにこの折り筋の間にもう1本ずつ折り筋をつけて、縦と横に32等分になるように折り筋をつけていきます。はい、これで縦横32等分の折り筋をつけ終わりました。一番上の谷折りの折り筋を使って縁を折り返した後、半分に折りたたんでいきます。縁と縁を合わせるように折り筋をつけていきます。こちらと同じ要領で繰り返し折っていきます。内側を開いて立ち上がってきたこちらの角を上に折り返して、開いた角をその上にかぶせるように折りたたんでいきます。こちら側も同じように折っていきます。これがこうなってこうなります。この角を折り返して内側を開いて潰すように折っていきます。紙の左右を外側へかぶせるようにして、このように目の部分を折り出していきます。真ん中を開いていきます。先端の角とこの角を結ぶ線でこの角を折り返して、中心線からはみ出している部分を反対側へ折り返します。先端から 1,2,3 本目の折り筋を使って角を折り返していきます。口の真ん中の部分を押し込んで立体的にしていきます。鼻先を少し内側にへこませて全体的に形を整えたら、はい、これでヘビの完成です。
今回折りました蛇。折り紙作品を創作する上で、これ僕の非常に個人的なイメージなんですけど、手足のないただただまっすぐで細長い造形、つまりこういった蛇のような作品ほど難しいものはないんじゃないかって思うんですよね。例えばこのように複数枚の紙を組み合わせる複合折り紙だったり、紙を長方形に切り出して縦横の長さの比率の異なる変形折り紙みたいなものを除くと、基本的には縦横の長さの等しい正方形の紙を折りたたむことによって作品の形を作っていきます。つまりこうした手足のない細長い造形の作品というのは、長手方向に対して短手方向はシルエットを細くするために必然的に何度も何度も折りたたむことになり、それによって紙の厚みがものすごいことになります。その中でどうしたって単調になってしまうこの細長いシルエットに、インサイドアウトなどを施しながら体の模様を描いたりと、そんな個性を持たせる、それがどれほど難しいのか想像に難くありません。そんな中でこちらの作品は、獲物を見逃さない鋭い眼光、大きく開いた口、鋭い牙、そして独特しい柄の胴体、制約の多い構造において、この躍動的な造形、この表現力というのは本当に驚異的です。前述の通り重ね折りをした紙の厚みがすごいことになっていますので、浮いてこないようにのり付けをするのが必須となってきます。また中に針金を仕込んで好きなポーズを取ることで、いろいろなアレンジを楽しむことができます。一番初めに縦横32等分の折り筋をつけるという工程があり、それがとにかく大変というか究極的に面倒くさいんですけど、ただ難易度的にはそれほど高くはないので、根気強い方にはぜひとも挑戦していただきたい作品です。作者の萩原源さんは1990年生まれ、東京都出身の方です。保育園時代から吉澤明さんや笠原邦彦さんらの折り紙書籍を絵本代わりにして、中学生の頃から本格的な創作活動を始められたそうです。見た目の写実性よりも、そのモチーフとなる対象の動きだったり愛嬌だったりらしさを表現することに重きを置いた、そんな作品作りを心がけておられるそうです。独創的な作風に加え、知識や技術の向上に日々努める萩原源さん、僕の大好きな作家さんの一人です。本日ご紹介しました蛇、こちらの萩原源折紙作品集という本に詳しい折り図が載っています。他にも魅力的な作品がたくさん載っている、めちゃくちゃおすすめの一冊、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひ覗いてみてください。この動画が面白かったという方、人と会話をしているとつい噛みついてしまうとか、うっかり毒を吐いてしまうとか、そんな方はせっかくのご縁ですので、この機会にチャンネル登録と高評価ボタンをポチッとよろしくお願いします。また動画の感想やリクエスト、ご意見などいただけると僕のやる気アップにつながりますので、簡単で構いませんので、ぜひコメント欄に一言残していってください。本日はこれでおしまい。若く見えるというのは基本その人の外見を指して言うものじゃないですか。ところがこの間ラジオで聞いた話によると、どうやら高い声で話す人というのは実年齢よりも若く見えるという非常に不思議な統計結果があるとのことでした。声のトーンを上げるだけで若く見られるんだとしたら、そりゃ僕たちおじさんはやらない理由はないですよね。そう思ってラジオの続きを聞いていたら、なんとその統計結果というのは女性に限るとのことでした。男性の被験者は高い声を出そうが低い声を出そうが全く変化はなかったそうで、つまり47歳のおじさんがいくら頑張って高い声を出したとしても47歳だってことです。ということで本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。折り紙パンダでした。またね、バイバイ。